本作は能楽の曲目コカジのクライマックスとなる場面が表された一作ですこの年劉氏は70歳の古紀を迎え日本橋高島屋では劉氏の画業を振り返る開古展古紀記念劉氏の歩みが開催されましたまさに画壇の巨匠として立ち位置を確固たるものとした時、古典を題材とした一作に 劉氏は挑んだのです。能楽小火事は「古家路」は刀匠として名高い三条古家路宗近が稲荷明神の助けによって名刀古狐根丸を打ち上げるというもので本作には一条天皇の勅命を受けて刀を打つこととなった宗近が火事場に現れた稲荷明神の使いである霊子とともに 見事な相いづちによって、名刀を打ち上げる場面が描かれています。劉氏は、この場面を描くために、農楽を何度も見に行き、取材したと言います。しかし劉氏は、古典芸術の農楽のやかましい制約による演出を忠実に再現しようとは考えてはいないと、古家寺における道に着目し、 独自の視点で能楽の曲目を大画面に表そうとしました画面には冬後の火が荒々しく立ち上りその煙が霊子の周りに立ち込めこの世ならぬ光景が表されていますそれはまるで映画やアニメーションのような演出ですそして 宗近の手元で弾き飛ぶ火花霊子の振るう土の軌道が金彩によってダイナミックに表され名刀がまさに今打ち上げられる臨場感が表現されていますこのような粒子の本作における大胆な表現法について当時の新聞史上では古典に対決するとき粒子は奔放に 自己流に解釈してはばからないと評され古記を迎えてもなお大画面の作品制作を追求する粒子の姿勢が称えられています